こんにちは、私の名前はジェイマン・フォックス・クロウです。私の唯一の言語は英語ですが、以下を私の能力の限り翻訳しました。お帰り。セカンドライフのヒュージョンゲームには多くのゲームアイテムがあります。マテリアルオブジェクト、マテリアルカード、ブループリントカード、アーティファクトカード、アーティファクトがあります。プレイヤーとしての主な目標はアーティファクトカードを収集することなので、 アーティファクトの商品を集めることができます。カードの内訳は以下の通りです。左上がレア度です。レア度は6段階あります。灰色の宝石は珍しいものではなく、全く価値がありません。これは導入アイテムまたはテストアイテムを目的とした無料のアイテムです。緑色の宝石は一般的なグレードです。マルチユーザー所有による無制限の供給アイテム。 ラッキーゲーム、テンポベンダー、市場で見つかります。黄色の宝石は、珍しいグレードです。マルチユーザー所有による無制限の供給アイテム。幸運なゲームでのみ見つかります。赤い宝石は、小グレードです。マルチユーザー所有による無制限の供給アイテム。選ばれた幸運なゲームでのみ見つかります。次に、より高い再販価値をもたらす。 より絶望されるグレードに移ります。青い宝石は、説のグレードです。複数のユーザーが所有する、供給が限られているアイテム。リンクポーターイベント中及びボルト内のベンダーのみに見つかります。最後に、紫色の宝石は神話級です。シングルユーザー所有による限定供給。リンクポーターイベント中、ボルトオークションベンダーまたはマーケットプレイスでのみ見つかります。 カードの話に戻ります。カードの上部中央は、インベントリーにあるカードのファイル名です。ファイル構造の内訳は、左から右に次の通りです。F コロンコロンは、フュージョンゲームオブジェクトであり、常にファイル名で始まります。これは、オブジェクトがいずれかのリアクターと互換性があることを意味します。2文字の略語は、次の通りです。オブ、物質的な物体。Mac、素材カード。 BT 青写真カード。交流、アーティファクトカード。2文字の略語の先にはファイル名があり、文字または数字を使用できます。ブループリントとアーティファクトカードには、桁の番号があります。マテリアルカードの場合は、名前の最後に識別タグが付いている場合があります。アーティファクトは、M の外に存在するため、プレイヤーが賞金を現金化して回収することに決めたかのように、F コロンコロンを失います。 アーティファクトには単純に、フュージョン、カード名と表示されます。カードの右上には、リアクターの互換性を示す記号があります。カード上のこのシンボルが処理されるには、リアクトル上のシンボルと一致する必要があります。リアクターに関する次のビデオを見て、リアクターがカードとどのように連携するか、そしてミックスの失敗を避ける方法を理解することが非常に重要です。カードの中央には、ラフィックが表示されます。 カードの中央下にはカードの名前が表示されます。以上がカードの概要です。リアクターの基本を説明する次のビデオをご覧ください。ありがとう。